こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、花開き地に移るも菊に声なしです。花の落ちるとき、花びらが地に落ちても音も立てない。初峰若滅のひっそりとした様子を表しています。華やかな風景の中にある内松の石梁、類似の表現に次のものがあります。花開き花落ちるも人の見るなし。それでは今から、花開き地に落ちるも菊に声なしを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。